気ままな隊長の実況部屋。気ままな実況部屋へようこそ。どうも隊長でございます。彼岸帝会前回の続きからやっていきましょう。ということで前回ねこっちの右側の本棚2つ読んだんで、今回こっちの2つだね、読んでいこう。本棚の隙間に手紙が挟まっていらっしゃるよ。いらっしゃる。全力新緑の芽吹く子、いかがお過ごしでしょうか。彼岸帝の新たな主人となられては、早半年。屋敷の生活にもそろそろ慣れてきた頃でございましょう。さて、そろそろもののけの顔にお目にかかった頃ではないでしょうか。もののけってそう書くんだね。以前に申し上げましたように、それらは幻などではなく、現実に起こっていることなのでございます。奴らは自分が死んだことも知らず、彼岸帝をさまよっているのでございます。その勢いは次第に大きくなっているようです。このままでは、あなた様だけではなく、ご家族様にも危険が及んでしまいます。一刻も早い退去をお願い申し上げます。天外神社。なんでダメダメ言ってんのに入ったんだよ。見間違いなんかじゃない。やっぱりここには何か恐ろしいものがいるんだ。しかも、やつらってことはたくさんいるってこと？あの目が動きそうで怖いよ、私。今にも動き出す猿フラグ。長方形の木箱、小さな穴が開いているようだ。この棒を試してみよう。木箱が開いたの。どこが開いたと思ったけど。木箱ね。紙が1枚。視線の先に。視線の先？どういう意味だろう。つうことは、ここだろ？は？なんもねえじゃん。なんもねえじゃん。は？いや。視線の先だろ？おま。あ、わかった。ここ？あったっぱ？ここ？じゃあここか。あちゃっ、なんて、あ、スイッチみたいのがある。オッケー。あ、何か出てきたよ。執事室の鍵、オッケー。これで他の部屋に行けるね。行けるのはいいんだけど、怖いんだよ。怖いんだよ。よいしょ。えい。執事室ってどこです？2階東、これ？すぐそこだった。なんだパタテタトトパ。なんだって。何あれ。ひよりちゃんどうしたの。鍵開けたんでしょ。入ろうよ。ダメ、ここはダメ。なんで。危ないの。変なのがいるから。そんなの平気だよ。ちょっと下がってて。ゆきくん、ダメ。あれ？なんなん、もう。何もない。言ったでしょ、お化けなんて僕がやっつけちゃうからって。え、ゆきくんが？うん。どうやって？いや、大丈夫。怪我とかしてないよね。平気だよ、これがあるもん。ブレスレット？お母さんがくれたお守りなんだ。これがあれば悪いやつや追っ払えるんだって。魔除けのお守り？ゆきくんのお母さんって。お母さんがね、僕が悪いやつに狙われやすいって言ってたんだ。だから何があっても大丈夫なようにってこれをくれたんだよ。そうだったんだ。ゆきくんって一体、あれ、これどこかで見たような。ひよりちゃん、何？もう怖くない？うん、怖くないよ。ゆきくんのおかげだね。ありがとう。よかった。でもあんまり無茶しないで。二人で無事にここを脱出するんだからね。うん、わかった。の割にはすんげえ距離感置かれてるんだよな。そういう問題じゃないんだけど。ネクタイ、汚れた衣服、食器。アンティークなものなのかな。綺麗だけどやっぱりホコリがかぶってるね。はあ、ボトルの底に何か貼り付いていらっしゃる。囚人の間の鍵、そんなところに置く普通。本棚の隙間に紙切れ。
推進、もしそれでも彼岸艇に積み続けたいとおっしゃられるのでしたら、内密にご連絡ください。少々の代金と引き換えにあるものをお渡しいたします。推進だけ？何かの手紙に入ってたのかな。はい、天外村の方、天外村祭さ、なんだっけ彼岸艇氏鎮魂の社。はい、これは日記。丸月丸日、また神社の輩がやってきた。悪霊払い だなんだと、うさんくさいことをのたま、うさんくさいことをのたまって、のたまっていたが、のたまっていたなんて日本語あるの？ちょっと後で調べよう所詮ただの金目当てだろう。ああいう輩は相手にしないに限る。旦那様も、せっかく安寧の地を手に入れたというのに災難だ丸月丸日、使用人たちが次々とやつれていく。武者の霊を見たとか、刀の音が聞こえたとかいうやつまで現れた。確かにここは昔から妙な噂が絶えなかったが、こうもわみ散らかされては困る。神社が調子づく姿が目に浮かぶ。ここらで始末しておこう。始末しておこうそれは社会的な意味で始末ですか、それとも生物的な意味で始末ですかなんということだ。昨日確かに始末したはずの男の姿を見た。まさか生きていたのか。いや、そんな社会的ではなくて生物的に始末しちゃったんですね。できれば社会的に始末してほしかったんですけれどねちょっとやめろよ慌てて掘り返してみたが、男のむくろはちゃんとあった。じゃあ檻につきまとっているあいつはなんだ。いや、あいつだけじゃない、視線は増えている。疲労が顔に出ていたのだろう。お嬢様に心配された。とんでもないことを聞いてしまった。信じられない。そんなことが起こり得るのだろうか。それならば旦那様方の身は危ないのでは。一刻も早く。いや、私の考えなど関係ない。旦那様がお望みになるのならば、私はそれに従うまでだ。以降のページは黒く塗りつぶされている。この人は何を知ってしまったんだろう。わからないことだらけだ。この屋敷も、ここに住んでいた人のことも。わかっているのは、ここで恐ろしいことがあって、今もおぞましいものがいるってことだけ。それに、どうして神社の名前が。ひよりちゃん？え？大丈夫？なんか顔色が悪いけど。私がしっかりしなきゃ。うん。今の運気持ち悪かったぞ。うん、大丈夫だよ。さあ、早く出口を探さないとね。もっといろんなところを調べてみよう。うん。旦那様のお部屋は3階中央、あんなデカデカとしたところに。ここなんか出るときに、なんもないね。オッケーね。はい。行きますよ。さて、旦那様。なんか、あっちゃっ！こんなところに絵なんてなかったろ行くぜ。広いな、旦那。あ、ダブルベッド。つまりそういうことですね。いやー、いくつになっても元気ですね、旦那。アンティークアンティークの借金がパイプ。はい、ナッシング。銀食器、高えな、おい。金持ちだな、おい。書き置き。インクがかすれてて何が書いてあるかわからないや。彼岸花に関する本。日記。やっとこの屋敷が私のものになる日が来た。美しい彼岸花を眺めて暮らすことが幼い頃からの夢だったのだ。何やら物騒なことを言ってくる人もいるが、せっかく手に入れた景色を誰が手放すものか。末永くこの場所に居続けよう。どうやらあいつらの言葉は史実であるらしい。にわかには信じがたいが、こうもおぞましい現象を見せつけられては納得せざるを得ない。しかしそうだからといってここを離れる気は毛頭ない。彼岸艇は誰にも渡さない。それに魂を吸い尽くす館というのもまた神ではなかろうか。何なのこの人。彼岸艇を沈めるとばかりに沈めるとばかりのたまっていた神社が交渉を持ちかけてきた。霊宝珠という石があれば悪霊に襲われることはないらしい。しかし素材が貴重なものらしく、膨大な金を持っていても、持ってしても少量しか製造できないとのことだった。私は迷わず金を渡した。こ
これで私の理想郷と愛する家族が守れるのならば構わない。かわいそうだが、彼らには彼岸帝の礎となってもらおう。この霊宝珠って、もしかして雪君が持ってるもののこと？神社の言っていた通り、これを身につけてから妙な目に遭うことはなくなった。困ったのは、たびたび寄付を募るようになってきたことだ。確かに恩恵を感じてはいるが、こう何度も屋敷を訪ねられては悩み者だ。話し相手が増えたからか、娘が楽しそうにしているのが救いといえば救いだ。妙な知識を植え付けられなければよいが。なぜだ？聞かなくなった、そんなバカな。助けてー。どういうこと？もしかしてもっと強いものに襲われたんじゃ？霊宝珠っていうのも聞かないようにあやつに。にゃっつった今俺。それが今もいるとしたら。もうね、こいつの気しかしないんだけど私。日和ちゃん、どう？何かわかった？言っても不安にさせるだけだよね。手がかりになりそうなものはなかったよ。そうか。待たせてごめんね。これは戻しておくよ。早くここを出ないと。あれ、何か落ちてきたよ。本当だ。これは小箱みたいだね。中には指輪がある。ああ、すっごく綺麗。そうだね。でも大人がするにしては小さいような。子供用かな。一応持っておこうっと。指輪。ほう。なんかあるかな、なんもないかな。これは下にあったやつでしょうか。少女の絵、綺麗な子。はい。ドレッサー、東の奥に何かある。霊場の間の鍵、なんで君が持ってる。もはや君あなた旦那、旦那親バカか。娘の、そうやって娘の婦人らしきもののドレス。そういえばユキ君のお母さんってどんな人なの？お母さんはね、すっごく優しいんだ。綺麗で何でも知っててね、いつも僕のこと大好きって言ってくれるんだよ。うん、素敵なお母さんだね。うん。着物、着物、着物、着物が着られる。ろうそく。ワインは黒く変色していらっしゃる。さて出ますか。はい。お？どうした？日和ちゃん、どうしたの？ゆきくん、ブレスレットよく見せてくれる？お母さんに誰にも触らしちゃダメって言われたんだけど。でも見せるだけならいいよね。はい。あ、これやっぱり。何？なんか見たことあると思ったら、私が拾ったものに似てるんだ。ほらこれ。あ、色とかは違うけど石の模様はそっくりだね。捨てて。え？今すぐ捨てて。それお母さんが言ってたんだ。すっごく悪いものだって。絶対に触っちゃダメだって言ってたんだ。これが？お願い捨てて。触っ、多分あれだよね、一番最初に猫を助けた時に拾ったやつだよね。あれで拾ったから日和ちゃんここに訪れちゃったっていう、そういうお話なんだ。じゃあきっと。どうしよう。え？でもな、ゆきくんも怪しいんだよな。いやでもここはユキ君を信じるよ、僕は。わかった、捨てるよ。首飾りを捨てた。よかった。ねえ、次の部屋に行ってみようよ。うん。さて、ここで分かれるんだな。データ4は残しておこう。OK。じゃあ、データ4はじゃなくて、データ3を残せばいいのか。で、多分ここでしょ？オケマル水産。わー、いっぱいいろんなものがあるよ。ほら、退屈しないだろ。何を言ってるんだ。悲しや悲し
指輪はいずこ、ギャーギャー泣くの。ギャーギャーを強調しなくていいんだよ。ギャーギャー泣くのは泣き虫さん。その左ではお寝坊さんが耳を塞いで眠ってる。大きな声で怒鳴っているのは怒りん坊。大目玉を食らった左の泣き虫さん、涙が止まらない。喧嘩の声も届かないのんびり屋は、いつものように隅っこで一人遊んでる。残るは私、みんなに囲まれながら、おろおろ指輪を探してる。悲しや悲し、私はいずこ？この話、ひょっとして隣の人形のことなのかな？指輪をなくしちゃった子がいるんだね。ね、探してあげようよ。うん。それさっきのあれじゃねえの？木箱にあったやつ。緑色。この子に耳は。の前にこっちも探すぞ。鏡は白く曇っている。オルゴールが音。子供向けのブック。本の間に折りたたんだ紙。何の魔法陣ですか？え、これなんか使うの？何に使うね。ああ、娘ちゃんハサス、娘ちゃんハサス、やめなさい。可愛らしい洋服。クローゼットに鍵。なんでやねん。これの謎解きっすか。あ、でも時間がちょうどいいな。時間がちょうどよろしいので、一旦今回ここでね、じゃあ終わりにしましょうか。はい、ということで。今回これで、ね、この、あ、だっちゃ、これでね、終わりにしたいと思います。次回この次からプレイしていきますので、次回もぜひよろしくお願いいたします。最後にね、この動画が良ければね、この動画の、高評価と僕のチャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。今回失礼いたします。それでは。バイバイ。